金に日本人記者の煽り質問にブチ切れる。日本人ジャーナリスト、あなたは高い給料をもらっているのに、チームの成績は悪いですね。マンチーニ、お前は何を知ってるんだ？お前は俺の銀行口座を見たのか？マンチーニ草。これは俺でも切れるわ。40億が本当なら、まあ結果出さないと文句は言えませんね。ただ、選手は国内リーグの年俸高いから欧州には出ないし、国内リーグは外国人枠が10人とかで、海外の選手が席巻しているし、自国の選手は育ちにくい環境ですね。残念ながら、インテルでは良かったが、今の試合に出れていないサウジの代表選手で結果を出せというのは、酷だな。ただ、やっぱり、高額のサラリーをもらっている以上は、結果が全てだ。マンチーニだけの責任なのか？スターばっか取って自国の選手のプレイタイムが減ってるのもかなりでかいと思うんだが、まあマスコミが給料泥棒とか聞いていいことじゃないね。雇ったサウジのサッカー協会とか金払って見に来たサポーターの皆さんならともかく全然銭出さないで文句だけで跳ね。日本に対してボールもキープできていたし、チャンスもあった。少しの運があれば引き分けもあったと思う。監督解任はオーストラリアに負けてからでもいいのでは。サウジはいい加減マンチーニのせいで負けてるわけじゃないと気づいた方がいいぞ。悲壮感の漂うマンチーニ監督とヤヤプーレ。マンチーニ、そしてヤヤプーレとコロプーレ兄弟もいたな。あの頃の引きが懐かしい。マンチーニのこの顔久しぶりに見た。欧州カリの森の餌食、ルイス・エンリケ、ハンジ・フリック、ロベルト・マンチーニ優。晩酌尽きた感が出ているマンチーニ監督、つか、日本代表が強いのだよ。気落ちすることないよ。森保、マンチーニになる日が来るとは。